フランチェスコ像、フランシスコの平和の祈りは、13世紀にイタリア半島で活動した、フランシスコ界の創設者、アッシジのフランチェスコに由来するとされた、祈祷文。実際には、フランシスコの作ではないが、そのように広く信じられて愛称されており、マザー・テレサや、ヨハネ・パウロ二世、マーガレット・ザッチャーなど著名な宗教家や、政治家が演説の中で、引用や朗称を行い、 公共の場で聴衆と共に昭和するなどして有名。今日、広く世界で、セフランシスコの平和の祈りとして知られる、祈祷文は、1912年、第一次世界大戦前夜のフランスのカトリック信徒、団体、セミサ連盟の発行部数8000部の月次報告書、鈴の中に、ミサにおける、美しい祈りとして、無署名で発表されたものが書室である。掲載された、 報告書の中には、その祈祷文についての一切のコメントはなく、セーフランシスコへの言及もない。また、1919年に廃刊される、この月次報告書に、この祈祷文が掲載されることはその後は二度となかった。作者は、団体創設者で、月次報告書の編集者であった、エステール・ブクレル神父であろうとも推測されているが、それを裏付ける資料は発見されていない。 ブックレル神父は、作家のゾラやユダヤ人、フリーメイソン、プロテスタント、イギリス人、ドイツ人などを敵扱いするなど、思想的にはカトリック右派に属していた。当時は、生体数派運動に関与しており、聖ミサ連盟もそれを出旨とする、神徒団体であった。この祈祷文は、その翌年に、平和の聖母というノルマンデー地方の神徒団体の年俸誌に転載された。 それを読んだ、ノルマン人のスタニスラス・ロシトロン・グラント公爵が、この祈祷文を広く世に出すことになる。グラント公爵は、ヨーロッパの祖父ウィリアム制服王の子孫と称し、ノルマン通信という雑誌によって、ヨーロッパ平和統一運動を行っていた。そして1915年12月に、ノルマン通信の使者を通じて、ローマ教皇ベネディクト15世に二つの平和の祈りと、 ノルマンディの聖母の祈りを献上した。この時期は第一次世界大戦下であり、教皇は平和の祈りをカトリック世界に呼びかけていたのである。この二つの平和の祈りの一つが前述したミサにおける美しい祈りそのものだったのだが、ローマ教皇庁の記録によれば、ウィリアム征服王の意志に啓発されてお心へ捧げられたノルマン通信の祈りという題名で献上されている。 さらに、翌年1916年1月のカトリック機関誌、アザービット・アロマーノは、ノルマン通信は平和のための祈祷文を教皇様に献じた。ウィリアム征服王の意思に啓発され、イエスのお心に捧げられたその祈祷文を掲載する。感動的なまでに、簡単な原文そのままにという紹介文とともに、平和のためのノルマン通信の祈りと題した。 祈祷文の全文をイタリア語で掲載した。ついで、フランスのカトリック誌、十字架は、このイタリア語版をフランス語に逆翻訳して掲載した。この時点で、オリジナルの祈祷文からの差異を生じることになったが、祈祷文自体はこの後も様々な題名を付けられながら、世に知られていくようになる。さらにアレクサンドル・ポンは、その著作の中で、この祈祷文を引用しながら、 これは、ウィリアム征服王の遺言に基づいた古エの祈祷文であると説明をつけることで、この祈祷文が古いものであるという誤解を広めた。この祈祷文は、在族フランシスコ会の団体においても愛称された。その結果、聖フランシスコの声の裏に、この祈祷文が印刷されたものが作成され、広く配られた。この声には、 祈祷文が聖フランシスコのものだとは書かれていないのであるが、この萌えによって祈祷文の作者が聖フランシスコであるという誤解が生じたのではないかと研究者たちは推測している。この祈祷文は教派の壁を越えてプロテスタントにも広がった。この祈祷文を用いた信徒団体の一つが平和の王子の騎士運動である。当初は平和の騎士団の祈りと名付けていたが、 1927年にアッシジのフランチェスコによる平和の騎士の祈りと題して祈祷文を印刷したパンフレットを配るようになっていた。その経緯の詳細は不明であるが、これ以降アッシジのフランシスコによる平和の祈りという呼称が世に知られていくようになる。そしてイギリス、スイス、ドイツとオーストリア、オランダへと広がっていった。アメリカでは第二次世界大戦後に ニューヨーク大司教のスペルマンスーキ教とホークス上院議員がこの祈祷文を積極的に国内に広めたと言われており、その過程でアッシジの聖フランシスコの平和の祈りという題名が定着していった。この祈祷文は世に出た直後から色々な雑誌に転載され、翻訳が重ねられた結果様々な差異を生じている。上述したようにフランス語から イタリア語に翻訳された後、フランス語に逆翻訳されて、十字鏡に掲載された例もある。その結果、フランス語版ではおおよそ60、英語版ではおよそ40、ドイツ語版ではおよそ20、イタリア語版ではおよそ10のバージョンが存在する。以下に示すのは、書出のフランス語版から訳出したものである。この祈祷文が、足地のフランシスコの作でないことは、 19世紀以前に遡る資料が発見されていないことに加えて、フランシスコが使わなかった言葉遣いが見られること、私を平和の道具としてくださいのような自分と、社会との関わりを願う近代的な内容からも、ほぼ確実であるとされている。とはいえ、形式的には古風に見える。この祈祷文は3つの部分に分かれており、最初の部分は、憎しみ、愛、不別、許し、 分裂、和合、誤り、真実、疑い、信頼、絶望、希望、闇、光、悲しみ、喜びという八組の対比が見られるが、こうした対処法は中世の祈祷文によく見られるものだった。実際の祈祷文で似たものもいくつか探し出されている。また、二番目の部分は、慰められる、慰める、理解される、理解する、愛される。 愛するという三組の受動体と能動体の対象が使われているが、これは、セーフランシスコと行動を共にしたエジディオにちなむ兄弟エジディオの言葉に類似例がある。三番目は、与えることで受け取る、忘れられることで、人は、乱し、許すことで許される、死ぬことで復活するの四組の逆説で構成され、忘れられることで、 人は見出し以外は、福音書に出典を見出すことができる。したがって、その内容にもかかわらず、この祈祷文が古風に見えたことは、ごく自然なことだったようである。フランシスコ会の一部では、国際連合が結成された1945年のサンフランシスコ会議の席上で、トム・コナリー上院議員が、この祈祷文を読み上げたと信じられているが、文書記録には残っていない。 カルカッタにおいて、貧者のための奉仕活動に携わってきたマザー・テレサは、彼女、南アフリカでアパルトヘイト政策に対して、非暴力抵抗を行ったことで1984年のノーベル平和賞を受賞したつつ、主教もこの祈祷文を愛称していたことで知られている。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世は1986年に、アッシジで世界宗教会議を開催した際、 何度も、この祈祷文を引用し、参加者たちに昭和することを求めた。イギリス初の女性首相となったマーガレット・サッチャーは、就任直後の首相官邸前で、この祈祷文の一節、不一致あるところに調和を、誤りあるところに真実を、疑いあるところには、信頼を、絶望あるところに希望を、を引用した。アメリカ大統領ビル・クリントンは1986年に、 訪米したローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世を迎えて、この祈祷文を話題に出して、アメリカでは、カトリックやプロテスタントを問わずこの祈祷文を持っていますと言った。また、ローマカトリック教会の第266代、教皇である、フランシスコ教皇は2019年に訪日した際に、長崎の平和公園でのスピーチでこの歌を引用し、周囲を、私を、あなたの平和の道具としてください。 憎しみがあるところに愛を、いさかいがあるところに許しを、疑いのあるところに信仰を、絶望があるところに希望を、闇に光を、悲しみあるところに喜びをもたらすものとしてくださいと述べた。八巻正春が牧師として運営していたラブリーチャペルでは、フランシスコの平和を求める祈りを、礼拝時に全員で昭和していた。爽やかな風のように福祉の眼差しを求めて、 フランシスコの平和の祈りは様々な人々により作曲されて歌になっているが、その中で自身もフランシスコ界に属したセバスチャンテンプルの曲がよく知られている。英国のダイアナ妃の葬式でシネイドオコナーがこの歌を歌って彼女のアルバムディアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ・トリビュートに収められている。ありがとうございます。